岡田塾はかつて存在した学習塾の事業を行う日本の企業。1970年創立。スパルタ塾として知られるようになり、中学・高校受験教育を通してやればできる。できるまでやるを掲げ、厳しい指導を行う。1990年代にはテレビで塾の特番が定期的に放送されており、理事長である岡田義博は、 テレビ大阪で放送されていた中高受験塾といったレギュラー番組を持つなど、テレビに出演することも多かった。しかし、後に脱税が発覚し、塾の経営状況に、陰りが見え始める。末期には、理事長の息子で副理事長の岡田勲に代替わりをするも2015年に並行となる。2019年、岡田塾が入居していた、千島ビルが解体される。 前述のようにスパルタ塾として知られた塾で、かつては生徒に対する体罰が日常的に行われていた。遠方から通う塾生も多かったのが特徴で、大阪府外から通う塾生も少なくなかった。そのため、塾生には帰宅時に自宅へ電話連絡することが義務付けられていた。小学1から3年生は、低学年親子ゼミという親子で授業を受ける形式が、 採用されており、学年に関係なく A、B、C の3クラスに振り分けられる。小学4から6年生を対象としたクラスも、学年に関係なく学力でクラス分けが行われており、1、2、3、4の4クラスに振り分けられるが、年度によっては、いややに B などさらに細かくクラス分けが行われることも、あった。3クラス以上が、中学受験を対象としたクラスになる。 中学部は学年ごとにクラス分けが行われており、基本科、本科、スーパーといったクラス分けとなっていた。この塾を語る上で、最も特徴的なのが合宿で、長野県の志賀高原で行われていた。春、夏、冬の年3回行われており、朝と夕方に授業が行われ、夜に行われるテストで合格点に達しないと、再テストで合格するまで眠ることができなかった。 日中は春と冬はスキー。夏は高原で遊んだり山道を歩くなどのイベントが行われるため非常に体力を消耗する内容であった。ありがとうございます。